テレビの、あれですね、レポーターが来て、プラス、まあ、この辺の警察官の話を聞いたところ、稲田陽里君が行方不明だったのは7時半頃だったの。でもすでに4時間近くは経過して、こんな感じで、あの今日の江ヶ浜、まあ、台風の影響もあるんでしょうけど、波が非常に高いんですよ。で、まあ、こういっちゃなんですけど、高校生、無茶したい年頃、なんか金髪の若い子らしい、16歳らしいんですけどね、はっきり言って、めちゃめちゃ危険です。地理状況的に、あと気候の状況的にも、かなりやばい話です。ヘリコプターがホバリングというか、かなり低空には降りてありますが、この人がね、ちょっとその水温的にも、もうこの気候チップを見てくれれば分かる通り、水温相当低いはずです。めちゃめちゃやばいです。行った方がいい。